感染が確認されたのは、合図で180人、福島市で113人など、合わせて1091人です。感染者の数は4日ぶりに、前の週の同じ曜日を上回りました。年代別では40代が197人と最も多く、次いで10代が187人などとなっています。確保病床への入院は429人で、重症は2人。 病床の使用率は56%となっています県はワクチンを早めに接種するなど引き続き感染対策の徹底を呼びかけています